ほえー。映画は本当によかねー。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。先日、当チャンネルとの奇跡のコラボが実現した。映画、変な映画。現在大ヒット上映中で僕も見に行ってきたんですが、めっちゃおもろかったばい。YouTube で再生回数1800万回超えを記録した大ヒットコンテンツ、変な絵。原作者であるうけつさんが、おもころというウェブメディアで執筆した記事が発端となり、それが書籍化、そしてさらに映画化されたんですよね。ちなみに映画の監督を務めたのは、ドラマ、リーガルハイシリーズや、映画、ミックスなど、多数のヒット作を手掛ける石川純一氏。一見普通に見える間取り図、しかしよく見ると、そこかしこに潜む違和感から、一つのストーリーが解き明かされていくところが、まさに、ゾクッとミステリー。ちなみに前回のコラボ動画では、僕とビーフンさんのコンビで、映画とは一味違う角度から、間取り図を掘り下げたんですよね。ちなみにその後は、変な家の内見にもチャレンジしているのですが、いやー、あれは今思い返しても、身の毛がよだつというか、ガチで恐ろしかったな。で、今回のコラボ第2弾では、映画、変な家の絶賛公開にあやかって、ゆっくり不動産、上場現象スペシャル、何かが変な物件セレクション、と題し、オカルト専門クリエイターの僕が、ゆっくり不動産で起きたアンビリバボーな超常現象を紹介していきたいと思います。思えば当チャンネルでは、これまでの内見で数々の超常現象と出会っており、その度に僕は、なんじゃこやー、やってんなー、と、目玉が飛び出る経験をしてきました。ゆっくり不動産が内見動画を始めて、かれこれ3年半。その中でもえりすぐりの超常現象をご覧に入れましょう。それでは、早速こちらの住宅からどうぞ。これは、ある家のラックです。あなたには、この先に待つ風景がわかりますか？その部屋が、ゆっくり不動産に登場したのは、ちょうど去年の今頃。出来たてほやほやの新築マンションを内見した時のことでした。ここを手掛けたのは、あの伊藤忠都市開発さん。エントランスドアとエレベーターには最先端の顔認証セキュリティが搭載されるなど、さすが業界大手と言わんばかりの気品と高級感に溢れていたんですよね。内装もシャレ通し、ダイニングキッチンにはマグネット対応の壁素材、デザインにも機能にも優れているだけでなく、その上、ペットの入居も認められているという嬉しい側面もあり、一見、超常現象とは程遠いスタイリッシュマンションに見えますよね。しかし、この二つ仲良く並んだ棚、一見使いやすそうで機能的なラックに見えますが、何かが、変、ですよね。左の棚だけ少し奥まっているところが怪しいと思い、いても立ってもいられずこの棚を調べようとした、その時ですよ。うわー、なんじゃこやー。隠し部屋発見。この左側の棚が隠し扉となって、部屋の存在を包み隠していたわけですね。いやー、この時は本当にやられましたよ。実は、この隠し部屋が生まれた背景には、マンションを手掛けた伊藤忠都市開発さんのある素敵な思いがあったんですよね。この部屋は、その名もズバリ、裏垢部屋。一人で楽しみたい秘密の趣味を存分に味わうために設計されたんだとか。おしゃれで社交的な表の顔と、友人には見せない裏の顔。その二つを使い分けるという、現代の若者に合わせた大胆な住まいの提案だったというわけです。というわけで一つ目の超常現象は、存在を隠蔽された部屋、でした。素敵な新築マンションに潜む隠し部屋、秘密のベールに包まれたその部屋も、これで明らかになりましたよ。僕の華麗なる内見。それでは、続いての超常現象を見てみましょう。これは、ある家の外観です。あなたには、この家の全貌がわかりますか？それは入った瞬間から、個性たっぷりな内装がお出迎えしてくれる。こちらの物件を内見した時のことでした。店舗利用も可能な、こちらの物件。全面モルタル仕様の床がインパクト大なことに加え、白い空間に佇む変わった色の柱に目をやると、なんと金属製の頑丈な柱になっていました。一体何を支えるためなのか。内見を進めていくと、やがて地下に繋がる階段が見つかったんですよね。その先には、ゆっくり不動産でもなかなか目にすることのない、地下の個室がありました。白い壁だらけだし、
プロジェクターでホームシアターにできるなぁなんて思いながら興奮気味で内見を進めていたんですよね。広さ10畳の地下空間を後にして上の階に戻り、やはり金属の3本柱が気になるなぁと思いつつも、それはともかく、キッチンの上につながるロフトへのはしごを登ることにしました。そもそも、キッチンの上がロフト、目の前にはしごというポジショニングが斬新すぎたわけですが、上がってみると、ダルキの癖がすごいんじゃ。まあダルキなのかどうかも怪しいところなのですが、見てください。あなたにはこの景色の異常さがわかりますか？何かが、変、ですよね。屋根から突き出た2本の柱、そしてそれが支えているものは一体何なのか。答えは家の外にありました。うわぁ。なんと、家の上に家、のさらに上に家、なんじゃこりゃぁ。これは一体どんなことになっているんでしょう。パッと見た感じ、平屋を3つ適当に積み重ねましたみたいな形になっていて、バランス度減納豆と、という状況。しかし実は、室内で存在感を放っていたあの金属の柱が、外まで貫いていて、さらに上まで続いているという、なんとも驚きの構造になっていたんですよね。となると一気に、団子三兄弟、に見えてくるじゃないですか。うわぁ、もう一軒あるやん。と、さらに、おい超常現象まで味わえる物件でした。いやぁ、これは衝撃だったなぁ。室内のどこかに超常現象、特に地下室が怪しかったのですが、そうではなく、まさか、この家自体が超常現象という展開だったわけですね。というわけで二つ目の超常現象は、家の上にそびえ立つ家、でした。ちなみにこのアパート、内見できているのは1階のお部屋のみで、建物の全貌は未だに明かされておらず、いずれ他のお部屋も内見しなくてはなりません。つきましては、オーナーさんから案件来ない。それではいよいよ、最後の超常現象のご紹介です。これは、ある家のリビングです。あなたには、この先に待ち受けるものがわかりますか？それは今注目のリゾート地、福岡、糸島を訪れた時のことでした。この晴れ渡る空の下で輝く、こちらの戸建てのルームツアーをさせてもらえることになり、贅沢設備にオーシャンビューと、ゆっくり不動産史上最高クラスに豪華なお宅だったんですよね。ブラックの琉球畳がなんともスタイリッシュなモノトーン仕上げの和室空間があれば、照明まで工夫された高級バーさながらのキッチンもあったりと、室内の設備一つ一つが驚愕の連続。糸島の大自然ビューを一望できるこの巨大ルーフテラスに、まるでアジアンリゾートのような中庭が現れたりと、糸島という空間にぴったり馴染むリゾート戸建てになっていて、当チャンネルの決めセリフ、やってんなーの上位互換である、やりおったわい、が生まれたのもこの時の内見だったんですよね。ただひたすら、すませて、の連続な豪邸であり、超常現象が起きる気配なんてちっともなかったのですが、それは予想だにしない瞬間に突如訪れたのです。まるで竜宮城に来た浦島のような気持ちでリビングを歩いていた僕の目に、ついオープンしたくなるような何かが飛び込んできたのです。まあどうせ収納か何かだろうと思い、僕は何も考えずにオープンしてしまいました。それが禁断の玉手箱とも知らずに。何かが、変。です。いや、何かじゃなか。うわぁ、セブンイレブン、いい気分。これは一体どういうことでしょう。豪邸とはいえ、個人宅の地下にまさかコンビニエンスストアがあるとは信じられません。てか、品揃えやばすぎん。チョコにポテトチップス、キャンディーからガムまで在庫も豊富。雑誌も最新刊がずらりという驚きの状況です。店員さんは豪邸の中を通ってシフトに入るのか、営業時間はどうなっているのか、まさかの24時間労働などなど疑問はつきませんが、実はこのコンビニ、オーナーさんの遊び心で作られたダミーなんだとか。なんじゃそりゃあ。この家にやってきたお客さんを楽しませたいというオーナーさんのおもてなし精神が作り上げた結果がこれというわけですね。再現度が高すぎるんじゃ。というわけで最後の超常現象は、
24時間労働の地下室でした。というわけで今回の何かが変な物件セレクションはいかがだったでしょうか。いやー、どれも普通の内見では出会えないある意味変な景色だったのは歴然たる事実でしょうね。今回取り上げた3つの物件の内見動画は概要欄にリンクを貼っておくので、よかったらこの後続けて見てみてくださいね。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんは。一番変な物件の紹介を忘れとったばい。というわけで僕はこれからもう一回映画見よっかな。一見普通の家、しかしその間取りから感じる異常性。この奇妙な家にはどんな謎が隠されているのでしょう。お願いです、力を貸していただけませんか。見てここ、台所とリビングの間に。ああ、不気味。この家に住んでいたのは若い夫婦と一人の子供です。行方不明。他に気になるところは。ニュース見てない。バラバラ遺体。アメリアさん、我々は今触れてはならない人の闇に触れてしまっています。上等ですよ、ネタになりますしね。なんだこれ。これ以上踏み込めば本当に取り返しのつかないことになるかもしれない。